劇場版鬼滅の刃無限列車編ノベライズ未来文庫版。無限列車に乗り込んだ炭治郎たち、しかし鬼の術によって夢の中へ。炭治郎の見た夢は大好きな家族との生活。夢にとらわれた炭治郎は目覚めることができるのか。登場人物紹介。かまど炭治郎、妹を救い家族の敵討ちを目指す心優しい少年。鬼や相手の急所などの匂いを嗅ぎ分けることができる。かまどねずこ、炭治郎の妹。鬼に襲われ鬼になってしまうが、他の人食い鬼と違って人である炭治郎を守る意志がある。吾妻善逸、鬼殺隊の大使。普段は臆病な性格だが、実は橋平伊之助、鬼殺隊の大使。イノシシの毛皮をかぶっており、とても好戦的。鬼殺隊柱、縁柱、煉獄杏寿郎。鬼殺隊の柱の一人。炎の呼吸で鬼を殲滅する。水柱、富岡義勇。虫柱、胡蝶忍。風柱、品津川実美。音柱、宇髄天元。恋柱、甘露寺みつり。岩柱、姫島行明。霞柱、時任無一郎。蛇柱、イグロおばない。鬼殺隊当主、産屋敷加賀屋。鬼、鬼の始祖、鬼仏寺無惨。炭治郎の家族を殺し根豆子を鬼に変えた者。鬼の手下を持つ。縁無、加減の一。十二鬼月の一人。鬼仏寺に浸水し新たな力を得て炭治郎と柱たちを狙う。これまでのお話。時は大正。炭を売る心優しい少年炭治郎はある日鬼に家族を殺され、妹の禰豆子は鬼に変えられてしまう。禰豆子を人間に戻し、また家族の敵討ちをするため、炭治郎は鬼狩りの道に進むことを決める。鬼殺隊に入った炭治郎は、鬼仏寺無惨と敵対する鬼、玉代と後郎から禰豆子を人に戻す手がかりを得る。その後、炭治郎は、善逸や伊之助と任務で向かった七雲山に住む雲の鬼との戦いで傷を負う。鬼殺隊の柱の一人である忍の屋敷で療養した炭治郎たちは、次の任務無限列車に乗り込むが、